こんばんは。ようこそ初耳怪談へ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いいたします。レギュラー陣の皆さんって皆さん、結構ご本をねもう出された方皆さん多いと思うんですけども、千佳さんも5本出されてますよね。あ、はい、100を集めた100回語りっていうのを出して、もう全部インタビューして100体験をギュッとまとめて、ジャンルごとに車の話だったら車とか、コリが出てくる話だったらあやかしとか、そういうのを集めて100話と語りのページも入れて、煩悩の数の108話を集めた。めちゃくちゃもう贅沢だ。これ一冊ってこと？はい、書きました。辞書みたいな分厚さ。これは欲しいですよね。ぜひよろしくお願いします。あと七不思議も ね去年ね出版されまして、出させていただいたんですけど、多分出版社がですねちょっと気合い入れて、多分部数多すぎたんでしょうね。出してから出版社の方から連絡が来なくなってる。多分そんな言ってないんじゃない。まあ本も曰くつきってことですよね。これ何度も言ってますけども、本当にね、その七不思議がね、もう初めて本出すって言うから、帯お願いしますって言っていただいた。ありがたいじゃないですか。光栄だなと思って、はい、でそのね帯お願いしますって発注来たのがですね、締め切り2日前っていう。怖い帯。怖いっすよ。一応読まないと帯書けないから、2日間結構忙しい中もうじっくり読んで、でやっぱりねもう気合い入ってるから、はい、もう頑張って13パターン、はい、もう帯のねもう対もうそのね文を送らせていただいたらですね、こっちの七不思議との出版の方がですね、勝手になんかその帯のなんか文言をこう入れ替えて全然違うなんか文言がこう出てるっていう。中さんの素材からつなぎ合わせて、はい、そういうことじゃないですもんね。そういうことじゃないです。島田秀平テイストの帯になってる。そうなんですよ、本当に、はい、まあでもねすごく人気のご本で、今も出版中ですからね。そうですね、はい、よろしくお願いします。ぜひ皆さんね、お話も含めてね、はい、本の方もね、本いいですね、はい、そうですね。はい、まあこんなメンバーでねお送りいたします。皆さん今日もよろしくお願いいたします。お願いします。そして本日もスペシャルゲストの方にお越しいただいております、世界ミステリーチャンネルさんです。お願いいたします。お願いします。ミスチャンさん都市伝説もすごくて、はい、何がすごいって深掘りの仕方がすごいんですよ、はいはい、もうそれがいつから言われ始めたのかっていうところまで、で調べすぎてもうなんか若干なんていうんですかね、否定的というか、これはこの都市伝説はありますよねっていうと、もうあんまりにも調べすぎてるから、いやそれは違いますねっていう。分かりやすく言うと稲川淳二さんが霊信じてないみたいな。そういう状態だったってことですね。そうなんですよ。でもあれですよね、スカルの大パーツはありますよね。クリスタルスカル。あ、そうですそうです。あれは作られた偽物です。そんなわけない。偽物から入ってくるんですよ。今日全部の都市伝説否定する。これは偽物。これいやでも本当に突き詰めていくとめちゃめちゃ現実主義になってくっていうね。これあるあるですよね。そうなんですよ。だから可能性排除していってっていう、まあ、クリスタルスカルも現代のこうリューターで加工した傷がよく見たら見つかったって言われてるんで。でも小さい飛行機というか大パーツの一つ、はい、あれは本当ですか。あれはキンバヤ族っていう民族が作ったって言われてるんですけど、まあ単体だけ見るんで飛行機っぽいんですけど、もっと生物っぽい黄金細工がいっぱいあるんで、その中の一つが飛行機っぽいやつ取り上げて、まあ、飛行機だって言ってるので、多分生物プレコとか、まあそういったものをベースにしている。どんどん夢が壊れてくるんですよ。そうです、あまり話すと。まあただね、そういうふうにこうね可能性を排除して排除するんだけども、はいはい、でもこれは分からないってものが残るわけですよね。そうですね。そこがまたロマンがあるわけです。ありますね、はい、ちなみになんかそうやって可能性排除してもこれは不思議だなって思った都市伝説とか、そういう伝説、昔のネブラディスクっていう、こう昔の天体観測、あれはもう本当に多分天体観測するもので、まあ一応その時代で作れるは作れるんだけど、まあ、そんな時代にこう天体観測をしてた、そんな技術があるのはすごいなっていうので、ちゃんと、はい、ありますね。あ、はい、それで言うとミステリーサークルとかも本当だったりするんですか。ミステリーサークルは夜な夜な おじいさん2人ぐらいが確か作ってたんですよ。壊れるな。いやいや、だって足跡残ってないじゃん。そこまで行くね、足跡が、はい、道具を使ってこう作ってたって言われてます。いやでも誰もほらそれね瞬間見てないよ。朝起きたらそんな出現してんだから。誰もやっぱ幽霊、おじいさんが幽霊なんですよ。おじいさんが幽霊なんだ。そういうことだ。そうです。どっちなんですかね。そこまではちょっと幽霊かどうかまでは分からないですけど、これはもうなんかそのチャンネル絶対見たくなりますよ。だすごいですよ。風習でね、ちょっと調べてほしいことあるんですよみたいなことをミスちゃんに相談したら、もうその日のうちに調べてくれて、
来たんですよ、 LINE が。でこういう風習ありましたよみたいな。だからすごいんですよ、だから調査力というか、ミステリーチャット GPT みたいな。他に行きたい、欲しいですね、欲しいですよね。月額いくらなんだろうって。いやでもぜひ今日もね、不思議な話いっぱい出てきますんで、そのね、参考ね、可能性の中からこれは違うんじゃないかっていうね、その意見もすごく貴重なので、ぜひあの忖度のない、わかりました、そのご意見お願いいたします。楽しみです今回ね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それでは次のショート動画に参りましょう。初耳ショート怪談。今から40年ほど前、花屋敷の中に歩くお化け屋敷というアトラクションがあったんです。で、香里さん、友達の智子さん誘ったんですけど、智子さん行ったことがあった。実はね、私あの折り返しのお化け出るところで必ずつまずくんだよね、そんなこと言うんですよ。え、智子さん霊感持ちで有名だったんですけど、いやそんなことないでしょ、私が確認してあげるよって。香里さん、智子さん連れて行ったんです。そしたら確かにそこで何にもないのに彼女つまずくんですよ。1回目つまずく、2回目つまずく、そして3回目派手に転んで膝をすりむいちゃったんです。え、大丈夫って慌てて近寄ったら、わかった、なんで転ぶのか。そこで誰かが私の足首掴んできた、智子さんそう言ったらしいんです。でも確かに何にもなかったんですよ。だから2人でもうそのお化け屋敷には入らないようにしたんですよね。まだ達郎さんが地元にいた頃、一人暮らしの友人家に遊びに行って夜通し騒いで、その日夜寝ている時だったって言うんですがね、足元の先の方にある窓ガラスをコンコンってノックされたって言うんです。え？と思ったんです。最初は虫が当たっているのかなと思ったんですが、コン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 って何度もノックされる。不思議に思ったんですが、まあカーテンは閉まっているし部屋は暗いし、まあ自分眠いわっていうことで、その日は気にせず寝たんだそうです。で、次の日友人にそのことを話すと、おい、お前見えなかったのか、あのカーテンの隙間からお前のことじーっと見てる男がいて、そいつが窓ノックしてたんだよって、そう言われた瞬間、達郎さん、うわーっ起きたんですよ。友人の家に遊びに行ってるのも夢だったんだそうです。で、達郎さんいつもは寝つきもいいし寝相もいいのに、その夢を見たその日に限って、両手を上に上げた、こんな状態で、目が覚めたんだそうです。これもしかすると、あの、窓をノックしていた男に、達郎さん、腕を引きずられて、この世をならざるところに連れて行かれようとしたんじゃないか、そんな風に思うんだそうですよ。怖いですか、タックさんいかがでしたか。あの一つ目のお化け屋敷の話とかも、やっぱりこうお化け屋敷の、今はちょっとどうか分かんないですけど、業界の中でルールとして100体以上のお化けを置いてはいけないとか、なんかやっぱそういうちょっと儀式的な、なんかそういう言われというかルールみたいなのは業界の中であるっていうのは聞いたことあります。だからもしかしたらそういうお化け人工的に作るけど、やっぱり本物のお化けも中には混じってしまうんじゃないかとか、そういったところで配慮したりとかするっていうことも聞いたことあるんで、なんかやっぱいたのかなと思いますよね。山梨の有名な遊園地あるじゃないですか、はい、そこの有名なめちゃめちゃでかいお化け屋敷あるじゃないですか、あのね、最初の、まあ、建築に携わった方に聞いたんですけど、建築関係のそのあれに携わった方、すごい割合でその途中とか後に入院されてるらしいですね、建築途中とか、場所が悪いとか関係ないですか、その入院したお化け屋敷しないんですかね。他のね施設、例えば遊園地内でも他の場所は何もないのに、お化け屋敷の中だけで何かあるってことは、やっぱのぶさん、みんなが怖がってるっていう気持ちが何か呼び寄せてしまって、はい、そこ自体がっていう。そうですね、多分あのその人の思いっていうのが、その外に出ていかずにもう中に閉じこもっちゃって、それがまあ集合体となって大きくなってるのかなっていうのもありますし、僕あの今言ってた森さんが話してた遊園地で僕一回経験あるんですけど、え、昔ですよ、20年以上前に当時の彼女と一緒に、その歩いていくお化け屋敷の入り口でカメラ機能付き携帯が出だした時なんで、この自撮りするのにもこのこうやりながらやらないといけない時です、もう出たての時、内側カメラもないから、ない時がないに、彼女と一緒にこうやって撮って確認したんですよ。そしたら全身黒ずくめの男が僕と彼女の後ろに映ってたんですよ。こんなやつおる？え？うん？みたいな感じで彼女とそれめちゃくちゃ見てたら、
消せって言われたんですよ。えーえー、ってなって後ろすぐ振り返ったら誰もいないんですよ。めちゃくちゃ怖かったんですぐ消したんですけど、だから僕あのお化け屋敷の周り含めて中も多分何かあると思います。その消せって言った、ね、は人はもしかしたらなんか守ってくれてるような可能性もありますし、これやばいぞ消せよっていうふうなことだったのか、はい、で映り込んでたその全身黒ずくめの男は何なんだっていう、うん、相当やばかったのかな可能性もありますけど、お化け屋敷ってもうルールでトラブル避けるために体に触ってはいけないっていうルールがあるんですよ、うん、はいはいはい、だからお化け屋敷入って あの触られた後ろからトンってされたの怖かったなあの仕掛けとか思ってる方はそれ絶対幽霊ですよ。うわ絶対触られることないんで。そうかそうか、はい、そうか、結構聞きますもんね。芸人さんなんかもお化け屋敷のロケがありました、うん、終わった後にみんなでやっぱりねアフタートークじゃないけども感想であそこ怖かったよねあの人形だったよね、はい、あの仕掛けがねって時に大体一人ぐらいあれがねって時にそんなのなかったっていう、ね、何を体験したんですかみたいな話って出てきがちですもんね、うん、千佳さんね。花屋敷って言ってたじゃないですか、改装前です、40年前って言ってたんで多分改装前、今すごい綺麗になってるんですけど、はいはいはい、花屋敷の中って3つお化け屋敷があるんですけど多分その中の1個なんですね、うん、であの改築があった時にそこの花屋敷の方中で働いてる方から聞いたんですけど、改築した時に奥から防空壕が出てきたっていう話があったんで、まあ出るよっていうのは、うん、あの中の方が言ってました、うん、普通に出るよっていうのは有名ですよ、ね、言ってました、うん、そうなんですね、はい、あと私も実際屋敷の中入ってたことあるんですけど、屋敷の中っていうのは驚かす側だったこと、お化け屋敷の、はい、話しきじゃないんですけど、あの別の屋敷に入ってたことがあって、おいおいおい、お化け側だったんですけど、はい、その時にそれこそ必ず転ぶんじゃなくて必ず何かに掴まれるエリアがあって、それがあの屋敷長も何度も何度もそこを通るたびに服をグッと掴まれるんですよ。で薄暗くってよくわからないんですけど、通るとあのマネキンがそこに飾ってあって軍服着てるんですね。軍服の手にいつもこう掴まれてて、で一回ポケットの中に手突っ込まれたことがあったっていうのもあって、で実はあの着てた軍服実際にあの使われてた戦場で使われてたものだったらしい。もう本当にいろんなこと起こって、ドラム缶がポーンポーンポーンっていう音があちこちから叩く音が聞こえたり、いろんなこと起こりまくってたので当たり前になってました、屋敷の中では。こうリアリティを出すために本当の何かを使うこととかあるのか、なんかそれもあるかもしれないですね、小道具を。そうか、いろんな仕掛け人形があるけど、中にはね、谷口さん本当のこうやばい人形が一体ぐらい入ってたりとか。実際にだから中山一郎さんがそういうイベントやってはりましたよね。どういうことですか。なんかあのお化け屋敷な広いなんていうんですかね、場所を借り切って、そこにまあ普通に買ってきた人形と本当のいわくつき人形を混ぜて、まあ、簡易的なお化け屋敷としてめちゃくちゃどういうことやってるの、めちゃくちゃ現象起きたらしいです、ノックの話あったじゃないですか、はい、夢の中でそのノックされていて起きたら手引っ張られてやったことじゃないですか。いや違うんです、その話だったじゃないですか。僕の場合一番最初にそんな事故物件なんですけど、なんか早く起きやみたいな、多分おかんの声みたいなのが聞こえてて、あ確かに早く起きなあかんなと思いながら、パッと目覚めたら玄関のドアの前で寝てるんですよ、時計見たらもう仕事行くギリギリの時間だったんですよ。ほう、あ、いかなと思ってそのまま行ったら間に合いましたからね。その流れで行ったんですか。いや、その流れですぐ行って、いや、いかなと思って絶対間に合う、あの遅刻したらあかん仕事やったんで、そのまま行って間に合って、お母さんの声で、うん、まあ、間に合った。だからお母さんじゃないかもしれないですね、その物件にいる霊かなんかが早く起きやー言って福井って優しい。いやでも聞くんですよね、その事故物件に、ね、住んでたりしてもやっぱりこう幽霊からしてもこの人が家賃払ってくれないと家賃がねおかしなことになっちゃうから、とりあえずちゃんと働けるようには幽霊も協力するっていう。そうか、まあ、ノックでね起きたらこうなってた、そしてもう一つが、まあ、お化け屋敷の話でしたけども、ミスチャンさん、いや夢の方は、まあ、ノックとかないんですけど、僕たまにこう明晰夢じゃないですけど夢の中でこれ夢って気づいてるってこと結構ありまして、はい、その時って絶対あの例えば、夢の中でトンネルを抜けるとか、うんうん、こう線路を越えるとか、
分かれ道をこっち行くとかで、そういうなんかこうきっかけがあった時に割とこう夢の中で夢って気づいてる時が多くてですね、で、まあ、夢の中でもう意識があるんで、まあ、ただこのままずっと起きなければ自分死ぬんじゃないかなって思って、起きなきゃ起きなきゃって思って起きることは結構あるんですよ。象徴的ですよね、なんかトンネル抜けるとか分かれ道のこっち行くって、はい、なんか別の世界になんか行ってるような感じしますよね、うん、はい、まあ、でも多分それもなんか、ね、脳のあれで見せてるんじゃないかなっていう。違いますよ違うんですか、す本当に言ってるんですか。本当です、本当ですかさっき小声で谷さんの話の時にそれ無遊病じゃないかみたいな話言ってないまあただ、まあ、その可能性ありますよ、ね、ごめんなさい、谷さんの話なんですか。まあ、無遊病ですちょっと僕この間あの睡眠呼吸障害クリニック行ったんですよ、はい、でこの僕寝食べめっちゃするんで、寝食べ、寝てる間にチョコ食べたり、寝てる間にクッキー食べたり、朝起きたら全部なくなってるみたいなのがめちゃくちゃあるんですよ。でそれをこれ何なんだろうと思って、そのクリニックにで診察というか、なんですか、検査入院したんですよ、はい、で結果がそのなんかレム睡眠の時って体って絶対動かないらしいんです、夢を見るレム睡眠の時って、うん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 、でもその状態で動くっていうことはあの普通はありえないんですよ、はい、僕のグラフ見たらレム睡眠中にブーファーって動いてるんですよ、だから無遊病とそのレム睡眠障害みたいなのがなんか複合的なちょっとあの特殊なもんですね、でも階段的に言うとその間ね、誰かに入られてその人格が何か食べてるっていう風なことを考えたくなっちゃいますけどね、うん、だ結果分かりませんって調べてもらったのに、はいはい、それがなぜなのかは分からないと。これは先生がお医者さんが分かりませんって、それの方が怖いですよね、そっちの方が怖いですあの体心配にならないですか。確かに そっちの怖いなるほど、そっちが怖い、そうですね、よく考えたらそっちの方が怖いです無遊病とかだと予知夢とかあるじゃないですか、はいはい、あれはどう説明つくんですか。予知あの夢でこう、いやここ夢で見たぞとかあるじゃん、デジャブ、デジャブとかもそうですね。脳とかってやっぱり今までこう考えたこととか体験したこととかって全部もう本当はまあ引き出せないだけで全部覚えてるって思うんですよね。だからそれを夢でこう見たことないけどなんか見たことあるみたいな時って、それ絶対自分が経験してるとか想像したことじゃないかなって思ってますね。じゃあ予知夢で未来のことがこう見えるっていう能力者っていうわけでは、はい、うん、じゃないのかなっていう思っちゃいます。じゃあもう能力者なんてこの世にはまあいないですねまあそれはないです、不思議なことはちゃんとあるのでもう全くいないとは言い切れないんですけど、まあ、でもそういうね、科学で説明がつくこともやっぱ多いよ、そう、ただそれが今分からないだけで、まあ、もしかしたらそのうちそれが解明されるんじゃないかなっていう。確かに幽霊っていう存在も今分からないけどね、これはこういうことなんだよってことが、うん、なんか本当にこう説明される時代来るかもしれないですね。メガネが開発されるとか言いますよね、霊が見えるメガネみたいな、わあ見てみたいですけどね。いや本当にありがとうございました。以上初耳ショート怪談でした。続いてのコーナー、初耳怪談ファーストテイクに参りましょう。本日怪談を披露していただくのは世界ミステリーチャンネルさんでございます。よろしくお願いいたします。いやもうすごい楽しみですよね、どういったお話をされるのか。基本的に霊は信じてないんですよというお話がありましたので、本日はなんとご本人持ち込みの初おろし会談をしていただけるそうです。それでは世界ミステリーチャンネルさん、よろしくお願いいたします。はい、世界ミステリーチャンネルです。改めてよろしくお願いいたします。私あの普段なんですけれども、まあ、歴史の話を、メインにお話ししているので、まあ、怪談というものはね、あのほとんど話したことがないので、まあ、至らない部分もあるかもしれませんが、ぜひお聞きください。まあ、早速なんですけれども、あの私山梨県というところに住んでおりまして、まあ、この山梨県というところはね、あの県の 78% が、まあ、森林という本当にこう山ばかりのところとなっております。まあ、そのせいもありまして、まあ、観光地なんかも結構ね山の中にあることが多いんですね。で今回話させていただくお話も、まあ、そんな山の中の観光地で起きた不思議な話となっております。でその観光地なんですけれども、まあ、今はちょっともうねわからないんですが、昔はこう山の中ということもありまして、まあ、走り屋がねたくさんこう来て夜な夜なこうドリフト走行するなんていう場所です。
で今回の、体験をした方は、まあ、K さんというんですけれども、まあ、この K さんも、まあ、20年ぐらい前にですね走り屋というものをやっておりまして、まあ、ある時こういつもと気分を変えてですねその観光地の近くの山の中にこう車で向かっていたそうなんです。それでですね あるカーブに差し掛かった時にですね急に車の挙動がおかしくなってしまいまして、こう車がくるくるくるとスピンしてしまって、まあ、あと少しでガードレールにぶつかってそこを突き破れば崖の下に落ちてしまうなんていう状況で、まあ、車が止まったそうなんです。で、まあ、K さんの車っていうのは、まあ、走り屋仕様の車だったので足回りもこうしっかり強化してあってタイヤもこうグリップが効くものが入っていましたし、まあ、普通に峠を攻めるわけでもなく普通に車を走らせていたのでそんな何でもないカーブのところでスピンしてしまうなんてことはありえなかったんですね。で車が止まってしまったケース、まあ、もちろんエンストしてしまったんですけれどもこう何度も何度もエンジンをかけようとするんですがこれがなかなかかからなかったそうです。いや困ったななんていう時にこうパッと前を見ましたらですねある石碑がこうポツンと立っていたそうなんですね。そしてそのさらに見てみるとその石碑の横にどうやらこうね男性のような人影も立っていたそうなんです。で、まあ、時間は夜ですし山の中ですし、まあ、近くにこう民家もない状況で K さんおかしいなと思いながらよくその人影を見てみたらどうやらね口のあたりがなんかこうパクパクと動いてまして何か喋っているようだったんですね。そんな状況にあのパニックになってしまいましてもう急いで何回も車のキーを回してやっとこうブルンとこうかかった時にですね K さんのこう耳元であと少しだったのにっていうねこういう言葉が聞こえたそうです。そんな K さんなんですけれどもね、まあ、その状況に恐怖してしまいまして当然その後あの峠を攻めるなんていうことをもうね当然できずに家に逃げ帰ってしまったんですけれども、まあ、翌日になりまして、まあ、車はぶつからなかったものの、まあ、車の点検をしていたらどうやらあのカーステレオの方が壊れていたそうなんですね。で、まあ、ぶつかってもいないしカーステレオ壊れただけ、ただ中にお気に入りのアーティストのテープが入っていたので車を修理工場に持っていたそうなんです。それでですね修理工場の方が修理を始めまして、まあ、K さんにお前これ何をしたんだってこんなこと言ってきたんですね。まあ、K さん特にぶつかってもいなかったのでただテープが取り出せなくなってしまったんですって言いましたらその修理工場の人がこうカーステレオを外したものを持ってきまして、まあ、分解してくれたんですけれどもそれをパカッとこう開けて中身を見せてくれたそうなんです。でまあ、カセットテープっていうのは、まあ、たまにねちょっとこう絡まってしまうこともあるんですけれども、うん、まあ、K さんが見たらねそれがもう中に一面にいっぱいになるぐらいぐちゃぐちゃに絡まってあのカセットテープが絡まった状態で中から出てきたそうなんです。で K さんねそれを見てまたさらに恐怖してしまったそうなんですけれども、実はですねその K さんがスピンしてしまった場所っていうのがですね、まあ、1970年代ですねバスの事故、まあ、あの社員旅行だったんですけれども楽しい気分からこう一転してガードレールを突き破って40メートル下の崖底にバスが転落して大勢の方が亡くなったという場所でした。それでですね、まあ、そのバスの事故の原因というのがですねバスの運転手さん長期連続勤務からの疲労というのが原因にありまして、まあ、そのね再発防止、まあ、交通安全のためそしてまあ供養のために建てた慰霊碑っていうのが K さんが見た慰霊碑だったんです。でまあねこういう状況を考えてみると K さんの耳元で聞こえたあと少しだったのにっていうのは、まあ、その事故で亡くなった方が、まあ、K さんを連れて行こうとしてそれに失敗して悔しい思いから出した言葉だったのかもしれません。とまあね一応会談はここまでなんですけれどもここからあの私の持論というものを少し話したいと思いまして、でまあよくこう事故とか事件とかあった場所っていうのはね、まあ、霊が見えるとか何か聞こえるとかこういったことよくあると思うんですけれども、なんでそんなことが起きるのかっていうのはね私あのこう地球全体の空間っていうものがメモリーカードのようなものになってるんじゃないかなと思ってるんです。それでですねそこにまあ起きた出来事その時の思い、まあ、念なんかですね、まあ、その時発した言葉とかっていうものがどん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 こう記録されているんじゃないかななんていうことを考えてるんですね。まあ、人間の体っていうのはまあ脳にこう微弱な電気が流れてまして、まあ、そこからこう指令をして体を動かしたり考えたりなんてことをしてるんですけれども、まあ、その電気とそのメモリーが何かね作用があってそうした聞こえるとか、まあ、何か見えてしまうっていうのが起きてるんじゃないのかなと思ってます。
それでですね、絡まってしまったカセットテープですね。そのカセットテープっていうのも磁気を使った記録メディアなので、こう磁気と電気っていうものは結構ね、あの密接な関係があるものなので、やはりそういうね悲惨な事故が起きた場所で、そのカセットテープにも異常をきたしてしまったのかなと思うわけです。とまあね、あの私の考えはこんな感じなんですが、まあそんな体験をしてしまった K さん、まあそれ以来ね20年ぐらいもうその道は二度と通っていないそうです。ありがとうございました。さあ皆様いかがだったでしょうか。この番組では視聴者の皆様からですね、身の回りで起こりました不思議な体験随時募集しております。もう個性的な怪談師が揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。